私の名は吉良義景、年齢33歳、自宅は森王町北東部の別荘地帯にあり、結婚はしていない。仕事は亀遊チェーン店の会社員で、毎日遅くとも夜8時までには帰宅する。タバコは吸わない、酒はたしなむ程度。夜11時には床に着き、必ず8時間は睡眠をとるようにしている。寝る前に温かいミルクを飲み、20分ほどのストレッチで体をほぐしてから床に着くと、ほとんど朝まで熟睡さ。赤ん坊のように疲労やストレスを残さずに朝目を覚ませるんだ。健康診断でも異常なしと言われたよ。な、何を話しているんだとお前。私は常に心の平穏を願って生きてる人間ということを説明しているのだよ。勝ち